芸術の秋ということで、今回は草野心平さんのゆかりの地を巡っていこうと思います。また番組が3周年ということもあり、視聴者プレゼントも探してみたいと思いますよ。行ってきます。長沢優のニコニコ絵日記。いわき市出身の詩人草野心平。カエルの詩人と呼ばれるほど、カエルを題材にした独創的な詩を数多く残しているよ。中でも有名なのが、冬眠から目覚めたカエルの気持ちを書いた春の歌。ほっ、眩しいな。ほっ、嬉しいな。水はツルツル、風はそよそよ。ケルルンクック。ああ、いい匂いだ。ケルルンクック。ほっ、犬のふぐりが咲いている。ほっ、大きな雲が動いてくる。ケルルンクック。ケルルンクック。一度読んだら忘れられない世界観。草野心平ってどんな人だったんだろう。あ、ここですね。草野心平生家って書いてあります。行きましょう。ゆうちゃんがまずやってきたのは、いわき市小川町。草野心平はここで16歳まで過ごしたんだって。失礼します。あ、土間があって、でこれが、まあ、土間があって、はい、まあ、板の間があって、いおりがあって、あと畳のお部屋があって、はい、奥は床の間なんですけれども、はい、特に心平さんが、まあ、過ごしたふるさとの原風景をこの場所で感じていただくっていうところになっています。草野心平は明治36年生まれ。詩を書くようになったのは、中国の大学に留学していた時。16歳で亡くなったお兄さんの影響だったんだって。お兄さんが亡くなる前に、詩や短歌をノートに書いていて、はい、で心平さんが中国に留学する時に、心平さん第二の母って呼んでたんですけど、継母のナオさんがそのノートを心平さんに持たせてくれるんですよ。でその中国でそれを読んで、まあ、その影響もあって詩を書き始める。そしてこの時にカエルを題材にした詩を書くきっかけになる出来事があったんだって。はい、で日本語を話す学友は誰もいないんですよ。で日常は中国語と授業は英語、それで学校の校庭で鳴いてるウシガエルの鳴き声っていうのが、この故郷の小川のカエルの鳴き声と重なって、カエルの詩っていうのが一種の郷愁の産物かもしれないなんていうふうにも言ってます。カエルの冬眠を書いた俺も眠ろう。ルルリリリリ、ルルリリリリ、ルルリリリリ、ルルリルルリリリリ、ルルリルルリルルリリリリ。大学を中退して帰国した後、新聞記者や焼き鳥屋台などで生計を立てながら詩を書き続けた草野心平。その暮らしぶりはというと、詩を書いても原稿料ってそんなにいっぱいもらえないんですね。それで児童向けの雑誌に友人のつてで童話を書いて、その原稿料をもらったりとか、そんな暮らしぶりだったんですが、でもそういった厳しい時代であっても文学からは離れずに、まあ、離れないですし、あと決してへこたれない感じがしますね。いろんな仕事をしながら30回以上引っ越しを繰り返したという草野心平。戦後ふるさとの小川村を歌った歌を発表しているよ。阿武隈山脈南方に御影二つやそびえ立つ、ああ楕円の起伏、山目や富士や日踊りの、
美しき村よ小川。ふるさとの小川村に思いを寄せ続けた草野心平。ふらりと実家に戻った時の写真も残っているよ。おー、あら、かっこいい。おしゃれですね。おしゃれでしょ、心平さん、うん、こういうふうにその庭に立って、その当時、自分の住んだ当時をおそらく振り返ったりとかしてるんだと思います。おしゃれでスタイリッシュですね。残ってる着物なんかもすごくこういいものが残っています。何か視聴者プレゼントないかなって探したけど、貴重な資料ばかりでいただけるものはないみたい。カエルの詩人草野心平の原点、ゆうちゃんどうだった？はい、今回のニコニコ絵日記はこちらです。ふるさと変わらずここにありということで、心平さんの生家にお伺いして、その幼少時代のお話を聞くことができて、より身近に草野心平さんを感じることができました。続いて向かったのは川内村。草野心平はこの豊かな自然に心を打たれ、毎年のように訪れていたんだって。ありましたよ、旅館小松屋さん。旅館小松屋、看板には草野心平ゆかりの宿の文字が。こんにちは。ありがとうございます。こちらが草野心平さんのゆかりの場所だというふうに伺ってきたんですけれども。そうなんです、はい、どんなご関係だったんですか？昭和28年に草野心平先生が、長福寺の和尚さんからラブレターをたくさんいただいて、はいはい、川内に来た時に、その後に心平さんがここに泊まるようになったんですね。戦後間もない昭和25年、草野心平はモリアオガエルの生息地があれば教えてほしいとある新聞に投書。すると村のお寺の住職から手紙が来たのがきっかけで、川内村を訪れるようになったんだって。この旅館小松屋は草野心平がいつも泊まっていた宿なんだよ。お父様は心平さんにお会いしたことはない？僕はね、心平さんとは小学校4年生の時からお会いしてます、はい、そうなの。どんな方だったんですか、心平さん？子供ながらにかっこいいなっていう感じ。当時の秘書の方、なにわさんっていらっしゃったんですけども、はい、あんまりお酒飲んじゃダメだよって、はい、心平先生は体をね気遣って言われてたんですけども、はい、抜け出してくるんですよ。とっとこ、とっとこ歩いてここまで来て、はい、おふくろが心平先生お茶だよねって言うと、はい、お茶じゃないよ、お茶系だよって言ってせっかくなのでお部屋を見せてもらったよ。でここがですね、はい、桜の間って言うんですけども、はい、ここが心平先生のいつも来て泊まるお部屋なんです、はい、はい、どうぞ。いいですか？はい、あら、お邪魔します。こんな風な、はい、わお、あ、いいですね、うん、さっぱりしてらっしゃって。そうですね、シンプルですけど、うん、落ち着く、はい、昭和35年、名誉村民に任命された草野心平はお礼に3000冊もの本を寄贈。これを機に建設された天山文庫ではその本を読むことができるよ。でも空がなんかちょっと旧ドーム型というか、なんか本当この村っていう感じがしていいですよね、うんうん、そう、コンパクトでね、サイズ感がちょうどいいかも、なんだか本当こう、はい、帰りたくなる場所といいますか、うん、いや、草野心平さんもそうだったんでしょうね、うん、そうですね。最後病気でこの川内村を離れる時にエピソードとして天山文庫の柱にしがみついて行きたくないって言ったそうですから、はい、あ、もうここから帰りたくないと、うん、帰りたくないって、うん、草野心平が愛した川内村の老舗旅館。ゆうちゃんどうだった？はい、今回のニコニコ絵日記はこちらです。浮かぶは笑顔と笑い声ということで、
ご主人と、そして先代のおかみさん、そして草野心平さんをイメージして書かせていただきました。草野心平さんのとっても温かい人柄が伝わってくるようなエピソードで、笑顔と笑い声が響く空間を過ごしたんじゃないかなと思います。